BMW アダック2006フォーミュラ BMW は1998年から2013年にかけて開催されていた入門フォーミュラカーレースの1カテゴリーである。フォーミュラ BMW 選手権は世界から優秀な若手の発掘を目的としてイギリス、ドイツ、アメリカ、アジアで各シリーズが行われており12月には各シリーズのチャンピオンを集めて フォーミュラ BMW ワールドファイナルが開催される。このレースの優勝者には F1 テストドライブの機会が与えられる。アジアシリーズはアホースに組み込まれており、日本では2004年にオートポリスでレースが開催されたことがある。マシンはワンメイクで2輪 BMW K1200RS に搭載されていた直列4気筒 1200cc のエンジン、カーボンモノコックのシャシー、 シーケンシャル6速のトランスミッションなどで構成される。車両重量は4 5 0ラム全長3 9 5 0ト、mm、ル全幅1 7 4 0ト、mm、ル全高9 8 0ト、mm、ルニコロズベルグ、ニコヒュルケンベルグ、クリスチャンプリエン、ティモー・グロック等がこのシリーズの卒業生である。特に2003年から2004年にかけて参戦した。 セバスチャン・ベッテルは2004年シーズンに20戦中18勝、ポールポジション14回、ファステストラップ13回、前戦表彰台という圧倒的な成績でチャンピオンとなった。アジアシリーズには日本人も参加しており、過去の代表的な参加者としては伊原恵子らがいる。ありがとうございます。